えー、今日はオフだったので実家に帰ってきました実家に帰ってきたカジシマです実家ジシマですね <laughs> こんばんはお元気ですか今日はママに鍋を作ってもらってえー、バカ食いしながら FNS を見ていました FNS 全部見てますずっとここまでずっと見てあと11時で終わりなんでね11時で終わりなのにちょっとママがお風呂に行っちゃったので暇になったからショールームして <laughs> なんとですね本日リレディーボーデンこのでっかいレディーボーデンを食べました、えー、1000キロカロリーのねレディーボーデン全部ちょっと食べたわけじゃないんですけどあのママと2人で。 パク,パク半分くらいかな食べたんですけどいやーやっぱりリーボーデンは美味しいよねなんかやっぱ味が丁寧なのよ丁寧でしたすごく丁寧雑じゃないのようんすてでしたとっても 素敵バニラですえすごい美味しかった素敵に食べちゃいました私あの近く花瓶とかまるでないのでもう最高に食べちゃいました レディーボじーしかいしす食べない生意気な武器だったって本当あらやるねー <laughs> あらららそうだったんだ家事何でも食べますけど嫌いなものでも多かったかなちょっとあーママがレディーボーネ買ってきてくれましたね <laughs> はいそうだねうん そう、FNS ね17時までなんですよねちょっとやってるんですけど17時までじゃないのかもうちょっとやってんのか <laughs> 言ってんだけど私ちょっとずっと見てたんだけどちょっとさすが離脱してきてしまいましたお目当てとかがちょっとねあったっていうよりかは音楽を楽しんでた感じだったのでどちらかっていうと一番良かったなって思ったのはあれがすごく良かったですえっと「ダイナマイト」すっごいかっこよかった BTS さんのコラボしてん ?BTS さんをカバーしている歌姫の4方っていうんですか4人の方々がすごいかっこよく歌っててめちゃめちゃびっくりしたのを体験していましたいやマツコさんすごかったですね思わずツイートしてしまいました素敵ってうんかっこよかったあと緑黄色社会さんの ね、歌も,もう響いちゃって響いちゃって心にすごく楽しかったです見ててでも「レイン」聴けたら嬉しかったんだけど知らなかったんだけど言葉にできず凍えたままで人前では優しく生きてきた血は寄せでこんなふうに雑に雨の夜に君を。 探して、あなたづけたーとこちじゃんちゃんレディ君は目にけんぐるすぎたい駅を少し走ったーって聴けてすごい嬉しかった <laughs> 私がカラオケで歌いたくなっちゃう曲ですねうんうわー素敵だったうん楽しかったです今日は実家に泊まりますなので 私はご飯も作らなかったしお風呂も洗ってないですなので私はもう入るだけなんですねそう楽しかった、うん、超最高ただバカ食いして幸せでしためっちゃバカ食いしちゃったんか今日鍋だったんですけどうんすんごい食べた鍋って目の前にずっとあるじゃんだからもう永遠と食べてたよね私か会社向けの鍋って こう、真ん中がこう間がこうあって間っていう仕切りがあって 2, 2種類味があってこっちが辛いやつでこっちが塩だったんですよ。で私は辛いいいい方を基本的にすすごい食べるんでで、ね、美味しい美味味ししっって言って言塩の方は結構じいちゃんがきれいにお魚が入ってたりとか崩れないようにねとか麺とか入れてたりするんだけどじいちゃんの方もすごい食べてました私。<laughs> 美味しい美味しい美味しい <laughs> 美味しかった。火鍋なの？あ火鍋ってこう真ん中で沸かしたりするんだ。でもなんか関西系は普通の鍋です。普通の鍋なんですけど。うん、ジュジュさん歌ってんじゃん。わ。 すいませんこの部屋にはもうテレビがなくなってしまいましたうちが一番一番聴きたかったのにこの曲まあでもね録画してるのでね全部はい録画してるので後でちゃんと見返したいと思いますはい みんなな的に良かかったたとかありまし FNS 見,見てる方見てない方もいらっしゃると思うけどあーこの曲めっちゃ好き JUJU ジュジュさんそうこのねうちの部屋にあったテレビはじいちゃんからもらったテレビじいちゃんが使ってたテレビがあの古くなっちゃったんでじいちゃんが買い替えたんですよその古くなったテレビを私がもらったんですねそうその古くなったテレビをあの あっっちにに持ってたんですよ新新しい新居にそうそうなんか見たことあるなと思ってきましたってえっ、ー、本当ですか梶島彩と申しますよろしくねこの主題歌のドラマ見てないのってバカバカ見てますめっちゃ見てるえっとね恋ですだよねうんあれ今日じゃないの今日もあ,あれ今日ないのあれ面白いね 次はさっきはなちゃんのやつさっきおったところだってあそうなんだちょっとで見なきゃなえっ海ちゃんがなんかまくれてないえっ、ー、久しぶりに描いちゃおうかなホワイトボード久しぶりに出そうあーだってホワイトボードないじゃんそっかこれを ホワイトボードがないので。紙に書きますね。くまここ。 きた。はい。じゃん。いい感じ。ええー、頂い,いちゃった。ありがとうございます。クーマを作りました。絵は割と。普通です。下手でもないし、上手いわけでもないっていう絶妙な。絵を描きます。私は。はい。みすぼさん、こんばんは。みすぼさん。 実家,に帰って実家に帰ってきました。が出るおっおそろ。でも FNS 全部録画してあるから見ようと。いやこちらこそありがとうみっちゃん。はい。Thank you。<laughs> 送ってあげたいところなんだけどね。楽しみちょっと今日結構ね 今日朝起きてゴミ出ししたんですよでなんかいろいろやってたんだけど寝ちゃって床で <laughs> またそう朝今日家出たのがオフだったの今日お休みだったから、うん、いつも私7時ぐらい一時半ぐらいか7時半ぐらいに起きてゴミを出さなきゃいけないからそうゴミを出すわけよで、ね、ゴミ出したと思ってご飯食べて。 テレビ見ようと思ったら寝ちゃって床でぐっすり1時間ぐらいかなでわって起きてやばい行かなきゃと思って行かなきゃいけないとこがあったから起きて11時ぐらいかなに家出てあ十10時半ぐらいか <laughs> そんなむずくないわ <laughs> 10時半ぐらいに家出て <laughs> そう結構寝ちゃって1時間ぐらい寝ちゃってバッて寝て実家帰る予定だったからあのその用事を早く済ませなきゃいけなかったんだけど もうメイクもしないですっぴんで、帽子だけかぶって外てて。ママまにこう、ああ、ただいまーみたいな。<laughs> おいちゃん、あ、あ、ゆうきんこありがとうございます。センキュー、ゆうきんこ、もう、いいった。ゴジラくらい、どこでも寝れるのねって。ゴジラって、その、すぐ寝れる。床冷たいのよ。なんか。実家めっちゃ暖かいのね。なんか、やっぱ。一軒家の、この。 私たちのために、パパが作ってくれた家。ってことだよね。そう、って考えると、やっぱ。今住んでる家が本当に。寒くて。やばいんですよ。なんかもう家でなんか。じいちゃんが買ってくれた。すごいもこもこのジャンパーがあるんだけど、そのジャンパーを家の中で着るぐらい。寒いの。なんか1時間ぐらいでも寝ちゃ。 こんばんは,こんばんはそうそうそう休日のメイクこんな感じもう薄薄12月にありました「鹿島中龍谷北大社のエントリー」「疲れ替えします」って忘れてたやばい <laughs> 島語流行語大賞の時間じゃないノミネート出してないんだけどよし今日から出す今日から出すえっと「カジシマ流行語大賞」っていうものが、えー、今年も開催されまーす えー、初めての方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、え、毎年説明させていただいてるので、今年も、えー、やらせ,せていただきたいと思います。えー、ハッシュタグカ島シマ流行語大賞というものはですね、今年で4回目 ?3 回目どっちもうわかんない <laughs>。以上です。嘘臭いより足臭い。3回目か。3回目になるんですけど、 カジシマアイアの周りで流行った言葉をのナンバーワンを決める大賞でございまーす。はい。え、これはですね、私のことを知ってくれてる方だったら、誰でもや大丈夫です。だから、あんまりなんかそんなるいイベントなんですけど、2021年は、 何の流行語が始まるのかなっていうことで今年も鹿島流行語大賞発表したいと思いますえー、多分知ってくれてそう私のことはお知りたてだよって方も参加できますそれは私のショールームでもいいしショールームじゃなくても私にまつわることだったら何でもいいの例えば私の私はワセリンをワセリンを毎日使うんだよってなったら「ハッシュタグ カジシマ流行語退場。ワセリンってこうツイートしていただくだけで1、1投票完了ってことで。うん。その中で、投票数が割と多かったものとか、もう1票だけとかね、その1票だけそれを投票してくれてくれた1票だけでも、カジシマとの偏見と独断で、ノミネート作品を12月の何にしようかな。 12月の20日ぐらいかな20日ぐらいに皆さんにご提示しますそのノミネート作品の中から、えー、まず一つ梶島流行語大賞賞最優秀賞が一、ね、つ決まりまりすこれは梶島の独断と偏見で今年よく私の中で流行ったなと思ったものを 対象にさせていいいたただきたいと思いますえー、第1回目の対象作品は以上ですですす私がいつもショールームで掛け声でいつも終わるときに「お手をは借せんの以上です」ってやってるんですけどそれがノミネートじゃない対象になってますで去年は「えう、ー、とくさいより足臭い」が合ってるが対象になってます はい、これはですね私が「本場までっか TV」に出演させていただきいた,だいた時にですねえっと私がいろいろなエピソードを話してたんですけどそれが「嘘臭くさい」と言われてしまいそれがその番組で「嘘臭くさいより足臭,臭いより嘘臭くさいやんけ」ってこう言われるっていうそういう展開になったのがきっかけでしたさあ今年は ノミレート作品はどれになるんでしょうかそして何が対象に選ばれるんでしょうかいやー結構有力なものはいっぱいあるんじゃないですかね私は結構「ゼップ東京とか結構入ってくんじゃないかな私的に「ゼップ東京で言ったあれが結構入ってくると思うのよ分かんないけどね誰かツイートす、ね、<laughs> るか分かんないけど掘り出し物とかねいやどれくらい結構くるか分かんないけどあとは やっぱドッキリグランプリとかも出させていただいたりとかしたんで初めて今年はさせていただいたりしたしあとはやっぱり「脱実家ジシ島」っていうのも結構でかかったんじゃないかなって思いますあとは「ガールズプラネット」じゃない私ガールズプラネットクククがすごい流行ったので「シャオティン」とか 入ってくんじゃないかな私のおしめのシャオティンとか入ってくるんじゃないかななんて思ってます。第3回目になりますね。見慣れた風景実家に帰ってきましたって言ってる。そうだね。実家最高とかね。ありえるかもしれませんね。いっぱい候補があります。多分私のことをそんなに知らない方でもショートカットもそうだしメンバーカラー青だからブルーとかも入るしもう何でも入るので気軽にハッシュタグ カジシマ流行語大賞をつけてツイートしていただければ何でも OK。それは私見るのが楽しいし、そんなにツイート数ないから全部見ます <laughs>。盛り上げたいんだけど、あんまり盛り上がらないで、ね。もっと盛り上げていこうみたいなで。それの発表は多分1月以内になりたいと思うので、1月以内に 発表したいと思いますそしてですねもう一つ賞がありましてその賞はですね、えー、みんな賞というものがありますそれはですね特に投票数が多かった5個ぐらいかな5項目がショールームのその鹿島流行語大賞の発表式の日に投票がありますその流行語大賞から漏れてしまった流行語大賞候補の 5作品を投票で、The、1位になったものがみんな賞というものに表彰されます。おめでとうございます。はーい。なので、それはみんなのちゃんと投票で決めたいと思うので、配信の方も、えー、事前にね告知させていただくと思うので、カジシマ流行語大賞、気軽にご参加よろしくお願いします。そしてですね、えー、見事、 梶島流行語大賞に輝いたものそしてみんな賞に輝いたものは、えー、梶島へのツイッターにて1年間、えー、ツイッターのプロフィールの自己紹介のゾーンのところに1年間ちゃんと記載させていただく形になりますそれがどんな言葉であれどんな卑猥な言葉であれどんなに私に関係ないことであれ 賞に輝いてしまったものは1年間ずっとそのプロフィールに書か,かれることになるので皆さんぜひ心して投票よろしくお願いいたします。ハッシュタグ梶島ま流行語大賞今年はどんな言葉が、えー、ノミネートされるのでしょうかぜひ楽しみに待っていてくださーい皆さんかじしのことについてねよく思い出していただくのも可能ですそして今年に限らずね 今までこうカジシマを知ったきっかけがこれだったよっていうものでも全く構いません例えばカジシマをカップヌードルのイベントで見つけましたって方はカップヌードルを、えー、流行語にノミネートしていただいても構いませんそして他にもなんだろうな鼻リコーダーで知ってくれた方は鼻リコーダーでももちろん構いませんしそうだねまあでもこう たくさんノミネートとかたくさんこうツイートしていただく中からまずはノミネート作品が10月12月20日頃に出るのでそこにまず入ったらいいなーってこう思ってくれるくらいゆとりのある心で参加していただけたら嬉しいですはいしっかりしっかり私が全部読ませていただくのでもう気軽にそう割と何でもいいしそんなに 深い意味はない <laughs> ただ私が有効語大賞やりたいなって思ってやってる感じだから全然楽しんで参加できて参加してくれたら嬉しいです誰。も誰も知らないアイドルとかかなやっぱ結構言う。 に人気だったりするのか私もどの言葉が人気なのか全然わかんないんでねでも今年私的に「あやたん」がめちゃめちゃ流行った気がしてそうそうなんでだろうねわかんないけどそれがすごい流行ったななんて思っておりますそう去年は「くまでしょ」うっていうくまのこのさっきねうみ、ね、さんがくまをくれたんですけどそのくまの絵をね結構去年はいっぱい描いたんですけど今年はねそんなに描かなかったので <laughs>。 なんか新しい賞を生み出したいんですけど全然思い出せないよねああいうの結構思いつきだったりするからな、うん、思い出したら賞も追加するかもしれないので、うん、12時間配信もやりましたねそうそう。 えっと、メンバーがねコロナウイルスに感染しちゃった時に隔離生活をホテルで行ってたんですけどそれが12そ暇すぎて何かやりたいなと思って1日に12時間ずっとぶっ続けの配信をやるっていう意味がないことしたりとか <laughs> してたんですよね、うんあ。パラリンピックは大きかったんじゃないかな今回パラリンピックの聖火ランナーとして選出しさせていただいたりとかも結構大きかったなと思ったり。スクショ対象 スクショしてんのかな本当どうしよう、なんかいろんなことが今年はありましたねそうだねうん。まあちょっと今回はその2つの賞プラスしてまあ、何か賞を思いつくような気がしないんですけど <laughs> 洋服とかにするカジが今までいっぱいたくさん今年は洋服を買ったのでカジ <laughs> の好きな私服コレクションみたいな <laughs> この私服が好きですみたいなのもありかもしれないね まあそれも追って今日必ず今日から明日からなツイートしたりしようかなって思うので楽しみにしていてくださいうい、ん、衣装プラス私服みたいなのもありだねどれが一番多いかなみたいな今日の服買いいでたこれはですね YouTube の方で短編映画を「アップアップガールズで行った時に いろは役で着てた洋服ではあるんですけどそのいろは役が決まる前からもうこの服はずっと好きで着てましたそう韓国サイト韓国の通販サイトで買いました <laughs> そう、ね、私はまだでかい襟のコート着てないのあもう着てる今日着てる今日持ってきたそれ今日着てきたそうそうそう あれででもいいんですよ梶島のパートとか例えば「強がりライライライ」っていう曲があるんですけどその曲は私セリフがあるんですけど「温めてよ」とかは結構私の中でもヒットしたかなって思うんですけどまあでもねノミネートされるかどうかはもう皆さんにかかっているので梶島が勝手にこうノミネートすることはできないのでファンの皆様が綾丹の皆様が「 ハッシュタ開始は流行語大賞でツイートしてくれない限りノミネート作品は出てこないということではい私がどんなにこうこれがいいなと思ったりとかしてもノミネートしていただくいただくのがノミネートんじゃあツイートしていただくのがノミネート作品につながるかもしれないということなのでそれかエントリーかエントリーそうですね <laughs> ひっつき虫ついてないよねひっつき虫。 のハッシュタグ、開始ま流行語大賞でツイートしていただくのはもういくつでも構いません。もう100個でも1000個でも構わないということで。はい。一人何個でも OK です。ゆるゆるのイベントなんでね。<laughs> よかったら <laughs>。参加してください。もう明日からたくさん言っていくので。うん。今年かどうかはっきりしない。全然いいよ全然いいよ !2021 年。ですね。2021年ですけども。って言ってますけど。 まあ、毎年これランクインしてくるのに絶対対象に選ばれないんだよねってやつも出てきても全然構わないのでそうそう今年のジシ島といったらっていう時で思いつくのであればもう全然 OK うんそう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 ですよ「ズゴック鍋」だっていやー私もびっくりしたんですよこの間ツイートしたんですけど「ズゴック鍋」っていうのが新しくねっ なんか発表されてねびっくりしてよ私何言われると思ってそうそうあネイルも流行ったみんなどのネイルが好きだったっていうのもさ結構大事だよねうんうダイナゴン全然入れといてダイナゴンって知ってますか梶島が えっと31のダイナゴン小豆っていうのあるじゃないですかあのダイナゴンっていうのが読めなくてなんて言ってんのかかのなんて読むのか分からなかったのそれをファンの方に教えてもらったのがカタカナで教えてもらったらもうダイナゴンって来たの、ね、よだからダイナゴンって読むんだみたいな感じで言ったらなんか怪獣みたいな名前だねみたいな感じのこと言われたからダイナゴンっていうキャラクターを絵に描いたのね もう覚えてないけどどんな色だか <laughs> そうそう <laughs> そうそうピアス今年ですね今年じゃないそうだよそう今年,今年ピアス開けたわ今年そうあのそうりライライライのピンクの衣装があるんですけどあの衣装のイヤリングがすごい大きい星型のやつだったのねうその星型そやつをつけてうそうそで 初めてライブやったのそしたら1曲目でイヤリングを落として割ったのよでも使えなくなってもうショックだったわけで結構私耳たぶがすごい薄くってイヤリングしても落ちちゃうのが落ちてて何個も壊してたのすごいいつも用意してくれる方に申し訳ないなってずっと思ってたんだけどその。 お気に入りの星のイヤリングを落として割った時にもう本当に心から悔しくてもうピアスを開けるかって決めたんですよねだからもうさ <laughs> 衣装のためにピアス開けたからもうなんか普段全然ピアスしないのよしなきゃって思ってるんだけど全然しなくてちょっとやばいですしましょうはい結構今年はネイルだったりピアスだったりいろいろ頑張った 1> 1年ですねおしゃれに <laughs> 22歳としてねちょっと頑張り始めた年ではありましたうんうんそうイヤリングめっちゃ壊したんですよイヤリングクラッシャーですたとえ買ったばかりの電球だってマジ怖っ電気落としたのややばいやばいいじゃん はいじゃあ皆さん「カジシマ流行語大賞」で検索して是非ゲットしてくださいあゲットじゃないやツイートしてくださいよろしくお願いしますはいということで最後までご覧いただきありがとうございましたもう今日から「カジシマ流行語大賞」え全部漢字です「カジシマ流行語大賞」で検索間違えた ツイートしてください全部見ます、うん、そうでね明日しっかりあのちゃんとしたツイートしたいと思っているのでご気軽に参加してくださいやってみようかなーだってぜひぜひ大丈夫何でも OK だよっつってね <laughs> 2021はつけません毎年同じハッシュタグでいきたいと思ってます「ハッシュタグ会社の流行語大賞」大正解それ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 で何でも大丈夫ですなんかもし どんなツイートしたらいいんだろうっても分かんなかったら今までのその「ハッシュタグカジマ旅行語大賞」で去年のやつも一ととしのやつも出てくるので、ね、<laughs> いろんな人がツイートしてるやつをよく全然ご覧いただいて構いませんです全然いいよ何でもいいよってうん古いのがヒットしても OK 多分ツイートはね何年か出るから大丈夫でもなんか一緒のやつがいいんだよねう盛り上がってる感じがしてそっちの方がいいやうん大丈夫よ ありがとうみんなそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたかじしわ矢で頭いっぱいにしてくださいこれからもよろしくお願いしますお茶会着せーの以上ですまたお会いしましょうバイバーイ <laughs> ありがとう「<laughs> ハッシュカジシわ流行語大賞」でよろしくお願いします